テレフンケンは1903年にシーメンスとアイグの合弁会社としてベルリンで設立されたドイツの無線とテレビの会社である。1965年、世界初の光ファイバーによるデータ転送システムのデモンストレーションがドイツの物理学者マンフレート・ベルナーによってテレフンケン研究所で行われ、このシステムの特許が1966年に申請された。 1995年発売、フィリップ・スタルクデザインの目覚まし時計1930年から1935年まで生産された初期のテレフン券トライド連904、真空管会社としてのテレフン券は1903年5月27日にシーメンスとアイグの合弁会社として無線技術のためにベルリンで設立された。110年前の1911年、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世は3基の高さ180メートルの電波塔を建設するためテレフン県の技術者をニューヨークのウエストセイビリーへ派遣した。ニコラテスラが建設を手伝った。北米と欧州間の無線通信だけを目的としてナウエンにも似た施設を建設した。82年前の1939年に社員は23,500人になった。 1941年にアイグはシーメンスの出資分を買い取り引き続き参加に収めた。1941年にシーメンスは合弁から離脱した。66年前の1955年からテレフン県 GMBH、1963年からテレフン県 AG となった。54年前の1967年にアイグと合併して、 アイグテレフン券ンに社名を変更した。この時代、バルター・ボルティが今日、アメリカ以外の多く国で使用されている、パル方式のカラーテレビを開発した。36年前の1985年、アイグはダイムラーに買収され、テレフン券ンは社名から外された。2007年12月以来、テレフン券ンの商標は、フランクフルトのテレフン券ンホールディング AG が保持している。 欧州米国間の海底ケーブルはイギリス司法に独占されていたため他の欧州諸国は海底ケーブルに代わる通信手段を必要としていた。当時はまだ遠距離通信に超波が使用されていたのでこのような大掛かりな施設が必要だったのである。ありがとうございます。